どうもブス島です。新年一発目のホラーゲームとなります。まあブス島ホラーコレクションでございますね。今回プレイするソフトはネクロノミコンをプレイしていきたいと思います。1994年にフェアリーテールハードカバーさんより販売されたソフトになります。まあネクロノミコンっていうと暗黒聖書か聖書になるの、ちょっとねあんまりその辺詳しくないんですが、まあそんな、まあとにかく暗黒書みたいなそんなもんでございます。なんかね人の皮でこう作ってあるようなね、まあ実在するかどうかよくわからないものでございますが、魔導書になるのか、なんかねその辺はねよく分かっておりません。ですけどこの作品初めに言っておくとですね、デッド・オブ・ザ・ブレインとは違ってそのゾンビとかそういう資料とかじゃなくないんですけど、かなりえぐい内容だったと思います。まあ本当はねホラーゲームいくつかねピックアップしてたんですけど、まあ今回はネクロノミコンをチョイスしましたという感じですね。その他にもね実はね98番って東京トワイライトバスターズなんかもねやりたいなと思ってるんですけど持ってないんですよ98番で。ちょっと購入はしたいなと思ってるんですけど、まあなかなかなくって買えないんですけどまあ DS 版はあるんですけどね、まあ DS 版よりやっぱり98番の方がいいのかな。まあちょっとその辺は考えますね。まあその他にも、まあ他にホラーゲームいくつかチョイスしてるんですけど、順次アップしていきたいなっていう感じでございます。で、今回はネクロノミコンをプレイいたします。いや、楽しみですね。正直ね、これ昔クリアしたんですけど、これもね、確かマルチエンディングだったような気がしますね。うん。まあ、どっちのルートを選ぶかはちょっと話次第でちょっと忘れてるんでね、もう何とも言えません。私が今回この内容で覚えてるのはですね、たー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 っていうね BGM しか正直覚えておりません。あとはねもうほぼほぼ覚えておりませんので、まあ思い出しプレイもクソも全くない状態でプレイをしていきたいと思います。いやこれじゃあ早速行ってみますか。いやー楽しみだな、ネクロノミコン。いやーもう1994年でしょ、今2020年でしょ。いやーそんな昔の作品なんですけど、このグラフィック綺麗でしょ。ただね文字がすんげー見づらいんですよいつも以上にごもったりどもったりすると思いますんで、まあその辺はご了承ください。本当はねもう声優さんみたいな方がねアテレコやってくれるのが一番いいんですけど、まあそんな予算はございませんし、まあ趣味でブス島がね勝手にやってるもんなんで、まあその辺はまあ勘弁してくださいね。はい、それでは早速スタートしていきましょう。ポチリと。あ、まだかはい、こういうねこともありますけど、はい、じゃあ行きます。ポチリと。おお、ディレクターの場合マッドキラーはじめかな、金杉さん。いや結構音うるせえなこれまあまあまあいいでしょう。オープニングでございますね。いやー素晴らしいな、やっぱりなんかこういうオープニングも斬新ですね。やっぱり黒に赤って文字も目立つしいいですね。ネクロノミコン、いやードロ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 、ここはまあホラー系のやつのオイスにしてもしょうがないけど、おっと初っ端から際どいの来たなこれ。大丈夫かこれ。あらららららら、ら吊るされちゃってますね。なんかのプレイかな。いやそうではなさそうだな、これはそろそろだな。はい、今にも破水しそうです。あ、女の人もう一人いんのかな。これは女、お前怯えているのか。今さらそんな人間らしい感情を持っても遅い。貴様は理性をなくし獣のように快楽に、なんだこれ。まあ要はをしたってことだろ。うん、当然の報いを受けるのだ。今さらそれを悔いても仕方ないことだろう。今お前はその快楽の対価を支払わなければならぬ。死よりもなおつらい苦痛を感受せねばならぬのだ。こいつド S だな。怖いか、せいぜい怯えるがいいさ。そんなことを感じるのも今だけだ。両足を押さえろ。左右に開くんだ。はい。いやー、
こいつド S っていうかド変態だな、あこれ際どいな、大丈夫かな、まあ大丈夫だろう、大丈夫大丈夫、うん、ただの絶対領域が見えてるだけ、うん、ブス島にはそう見えますんで大丈夫です。もうすぐだ、間もなく生まれようとしている、あやっぱり妊婦さんですよ、デブってわけではないですね。参道は開いています、あ参道は開いています、これなら大丈夫かと、当然だな、汚らしいものを散々飲み込んだ口だ、恥ずかしげもなく大口を開いておるわ、腹を裂かれた方がどれだけ楽なのか知らないが、それもこれも貴様のみだらな体が悪いので、いやいや人のせいにすんなよ、おめえが一番悪そうなんだけどな、こいつ男の声のやつがね、恨むなら自分を恨むのだな、いやほんとこいつド S っていうか最高だろこれ、そろそろです、よし服を裂け、おっと大丈夫か、ブス島マーク、あーこれブス島マークちょっと入るかもうん苦しいか、そうだろうな、誰も助けてはくれんぞ、神をも見放す大罪を犯した後であったん、あってはな、せいぜいもがくがいい、それはお前の負った業なのだから。始まりました、何が始まったの、ちょっと待てよ待てよ、まだか、ああこれは大丈夫だな、もう少し、頭が出てきたわ、まだだ、まだ死ぬことは許さん、いやこいつほんとド S の変態だなこれ、その苦しみを感知するのだ、散々楽しんできた報いを受ける時だ、いやこうね、あのある漫画でね言ってたんですけど、その苦しさの裏側にあるものがね快楽だったりするらしいですよ、いやブス島にはよく分かりませんけどね、痛いもんは痛いです、いやどうなんだよ、あきっとこれはあれですね、考察をするとこれはきっと紅茶か何かをこぼしたんじゃねえかな、そんなわけねえだろね、はいツッコミ一人で入れてでもね、夜中ボソボソ喋ってる変な人だと最近思われておりますまあいいよそれはもう、血が出血がひどすぎる、もっと足を広げろ、この女がどうなろうと知ったことではないわ、しかしこれでは最後まで持ちませんわ、構わんそうなれば私が引きずり出してやる、さあ出てこい、けがらわしい獣め、おっと大丈夫か本当に、いや本当大丈夫かな、ブス島マークこう入るかもしれんな、あまだこれは紅茶ではないよな、どう考えてもな、うん、貴様そう簡単には死なせはせんぞ、あとほんの少しで、そうだその調子だ、今わし汚れを飲み込んだその口から貴様の業が生んだ嫌悪に満ちた塊が顔を出したぞ、いやいや赤ちゃんだろ、そういうこと言っちゃダメだろ、さあどうした、貴様の義務を果たすんだ、いやこれもなんか現代で復活してほしいな、これもこのゲームもね、いいゲームなんですけどね、忘れてますけど内容、うわーえげつ、トマトジュースこぼしてるわけでもねえもんな俺な、いやーでも結構これだけ見るだけでえぐいな、うわーえぐいな、これ俺ねあのブス島スプラッターハウスでこういうの倒しましたよ確かまあスプラッターハウスは昔やったゲームですけど面白いですよ、わーまあ際どいけど大丈夫だな、ブス島的にはこの死にましたのこの裏側がちょっと見たいんですけど、まあそれは見れなさそうなんでまあいいか、まあ死んじゃったのかよ美人さんなのもったいねえな、女が構うな、赤子はどうなった、えぐほんとこれさすがに再犯できねえかこれ、いやまだか、
またしても失敗だったか。もう失敗とか成功とかそれ以前の問題だろうよ。これどうしてなのだ。何が不備があるというのだ。どうなさるのですか。決まっておる。どうする。うわー、こいつ絶対悪党だな。こいつなんか宗教っぽいな。失敗作には興味はない。それでは始末するしかなかろう。うわこいつ絶対悪党だ。こいつうわもうこいつ絶対人 2,3 人はやってんじゃねえかな。うわー怖怖怖、醜き化け物め。うわーうわわわわ、逃げてますね。一人前に恐怖を感じるのか。逃げようとあがいておるわ。大したものだ。さすがに獣の血が濃いだけのことはある。は、早く早くしないと。わかっておるわ。うわーこれなんかひどいね。こっちを見ている。私が憎いか。お前も感情があるというのか。お前を生み出してやったこともこの私だというのに。かわいそうだが、お前には生きる権利さえないのだ。いや、かわいそうだとか絶対思ってねえだろ、こいつ。うわー、斧だ。うわー、うわ、ここ、うわ、すげえ、グラフィックだな。ネクロノミコン。いやー、えげつ、オープニングから結構えげつない内容っすね。まあ行きましょう。さあどうなんだ今度は。いきなりドロドロ、あ、いきなり明るいな。お、私は今大ブリテン島の北を目指して列車の二等客車に座している。あ、なんかこれだけ見るとあの世界の車窓からのあの BGM をこう流したいですね。タンタタンタンっていうあれね。そしてまあどうせだとこのナレーションも森本レオさんみたいなああいう感じのね、あれでやってみたいですけど、ここはね、あの、ブス島チャンネルなんで、まあ、正式には、夏芸本舗なんで、まあ、ブス島ボイスですけどね、そこは。まあ、そこら辺はすいません。もう、3時間もの間、何の変哲もない、物優しい雰囲気が辺りを満たし、車輪がレールの連結部分を通過する、規則正しい振動を、それに拍車をかけるように、時間は、気が遠くなるほどゆっくりと流れていく。っていうか文字読みずれ。車掌が時々石炭を首にやってくるストーブの熱気のせいで湿っぽくてカビ臭い独特の匂いが客車中に充満し、私と共にもう一人の乗客である見知らぬ少女を陰鬱な気持ちにさせる。そういえばあの昔その蒸気機関車にね、あのなんかエジプトで取ってきたミイラくべてたっていうね話ありますけど、あれ本当なのかな。なんかの記事で読んだんですけどね。窓の外には入り組んだリアス式海岸で路線のすぐ脇に切り立つ断崖になっている。激しく打ち寄せる砕け散る波の飛沫が遥か上を走るこの列車にまで飛んできそうな勢いだ。いや、こういう喋り方って正直慣れておりません。ブス島です。雲は暗雲に覆われ嵐の前を思わせる不穏な雲が激しい風にちぎれて飛ぶ。ほんの一瞬だけ日の光を垣間見せることがあるものの、それを照らし出すのは荒れた海かさもなくば痩せた土地にしがみついた石造りの粗末な小屋に他ならない。あー、なんか雰囲気出ますね。いいですね。なんだ巻き歌的なという、巻き歌でいいの、なんていうんだ、まあいいや、にはいささか情緒に欠けるような気もするが、それにしてもうこの例えようない所在なさは何なんだろう。さあブス島の声がだんだん疲れてまいりました。でも前の女性綺麗だな。なんか時代忘れちゃいましたけど、これずいぶん昔の話だな。そしたらな、うんうん、どこだっけな舞台が。ただ単に私の生まれ育ったウェールズや馴染み深いロンドンの街並みとはあまりにもかけ離れて
いるからなのか、それも決して足を踏み入れてはならないという覚悟を犯している罪悪感のせいなのか。あ、ウェールズってことはイギリスか。あー、なんか、あー、イギリスの列車か。ほう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 。私の名はジョナサン。ジョナサンに行ってハンバーグとエビフライが食べたいブス島。どうでもいい話でございました。ロンドンの大衆紙ガゼットの取材記者をしている街を毎日を忌むべき殺人事件や退屈な、なんて読むな、厳密な出来事を追いかけることに費やし、そんな日々に嫌気がさせばフラッと取材旅行に出かける。本当文字が読みづれ地位や名誉を欲するわけでもないし、気ままといえばこれほど身勝手な言い方もないのかもしれない。ブス島もかなり身勝手で勝手な生活をしております。今こうして車内の中に、車中の人となっている理由も、いつもの気まくれのせいで、東風の吹くロンドンの机にしがみついているのに嫌気がさして休暇がてら取材旅行に出てみようと思ったわけだ。とはいえ、今回の旅行は全く目的がなかったわけではない。我が家の家計に暗い影を落としている数代前のある女性の記録を掘り起こしてみようという計画があってのことだ。あー、なるほどね。私はその女性について詳しい情報を得ることはできなかった。あ、ちょうどね、地図が出てますが、これね、確かアーカムって読むんですよ。あの、このアーカムを舞台になんかやる物語だったかな。うん。無論それは随分古い話で、今となっては当時のことを知る人が皆無であることもその原因の一つではないだろうか。うんうん。伝統を重んじる慣習が強いこの国にあって、わずか百数十年前の出来事がこれほどあやふやなままであるのは少し不自然な気もする。なんか隠されてたりするんだろうな、そういうのって。でも、あの、今百数十年前の出来事って言ってますけど、まあ正直ね、あの5日前のね、朝ごはん何食べたかなんか覚えてないですから、それくらい結構記憶って曖昧なんですよね。とにかく私には分かっているのは、当時流星を極めていた我が家にとって、その婚姻があまりに好ましいものではなかったということと、その女性がアーカムという土地の出身であるということ、アーカムという言葉が口に出てはいけない禁句で、あ、そうなんだ。アーカムとか、言っちゃいけないわけね。みんながその名を、奥津の、なんだっけな、これ。読み方忘れちゃった。忘れたけど、まあいいや。のようなもん。なんだっけな。氷か。氷のもののように。氷じゃねえな。まあいいや。後で調べよう。なんかね、ここ字幕出しとこう。ブス島、漢字があんまり読めないんでね。忌み嫌っていたということ。私が知ることのできたのは、ただそれだけだった。まあ、なんかリアルタイムでこう実況してるからね、あれなんですけど、ライブなんかこれ絶対俺できねえな。果たして、そのアーカムという場所はどんな曰くあるのだろう。少なくとも地図で見る限りは、辺境の乾燥にしか過ぎない。現在は廃線になってしまったようだが、列車が走っていた時代にもあったようだと。いやー、そんなところ行くなよ。この、ありきたりの特に特徴のない、それゆえに誰の興味を引くこともない土地に、多くの人間に疎まれ、その後一世紀以上の長きにわたってタブー、まあ禁句っていうよりはタブーって言った方がいいな、タブーとして語り継がれることとなっている事柄の謎を解く一端があるのだ。そう考えると、屈強で苦痛を強いられる列車の旅も、
さして辛くはないように思われる。いやブス島ね、バスでね移動するのが苦手でね、ちょっとあんまりバスは乗りたくないんですよね。列車は間もなく目指す駅に到着するだろう。願わくばこれが陳腐な駆け落ち騒ぎの類なのではありませんように。いやまあ結構ね、現実はね小説よりきなりみたいなことありますから、結構意外なね嘘っぽい話が実は本当だったなんてこともありますからね。さあ進んでいきましょう。おおジョノさんかっこいいじゃないですか、なかなかイケメンですね。あブス島はイケメンじゃないんでこんなんじゃないですけどね。うん、私はアーカムへの第一歩を踏み出した。とりあえずアーカムに一番近い列車の駅にはこのセイラムに他ならない。ここから先は車の都合をつけるなり歩くなりしないと、自分で何とかしなければ。どうやら列車から降りたのは私一人のようだ。列車はわずか1分ばかりの停車時間もどかしいと言わんばかりに白い状況を立ち上がらせ、今にも走り去ってしまいそうな気配だ。まるでその列車が文明社会と最後の絆で私一人を残されて未開の島から離れ去ってしまう船のように思われる。いや表現面白いな。置き去りにされた漂流者のようであまりいい気分ではない。この駅はそんな印象を私に与える。いやでも文章本当いいですね。駅には地方の町にはよくある路線とホームの上をストレートの屋根で覆っただけの至極簡単な作りだ。まあ要するに田舎の駅ってことですね。むき出しの骨組みなんか、骨組みがなんと頼りなく感じられると。海から吹く冷たい風がむき出しの頬を叩く。寒そうだな。凍えてしまいそうだ。いや、まあ確かに文章読むだけで寒いですね。今ね、ブス島もね、めちゃくちゃ寒いんですよ。あの暖房消してて。まあ、暖房の音入るからね、つけれないんですよね。私の他に、ホームに人影は見えないようだが、と。誰かにアーカムに向かう手立てを聞き出さなければならない。おー、結構使ってますね、ここまでで。まあこれ確かにすごいフロッピーディスクの枚数があるんで。お若いのどうなされた。もし間違えて降車したんなら運がなかった。今日はあれが最後の列車だからな。おお、あこれも画面タップ形式ですね。あいやーしかしこれガラスの表現とかめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これ16色っすよ、16色。すげえなー。うわーなんかディズニーランドとかディズニーシーか、なんかあっちの方を思い出すな。なんかこれ見るとまあいい。おーおーおー、調べていきましょう。相変わらず校内には私と労役員以外の人気はない。さっきかの列車が今日最後の便だとすればもう無理からぬことだと。それも無理からぬことだと。私にしたところでこの本当見づれえな。この海から吹く強い風にさらわれたホームに長居していたとはしたいとは思わない。ここはあまりにも寒すぎるし、私がなんで口にこれ潰れて読めねえな、口にしているにせよここは何の収穫も望めないのではないか。どれどれ、見たところこの辺りの人間ではないようだが、こんな何もない町に何を聞きなすった。アーカムに行きたいんだが。アーカムだって、なんだってあんな偏僻な漁村に用があるんだい。あんた観光客かね。アーカムの名を聞いた途端老人の態度がよそよそしく冷淡なものに変わってしまったようだ。どういうことなんだろう。まあそういうことなんだろうよ。まあ随分恰幅いいな。なんか駅員って感じだな。でも見たところロンドンあたりの都会から来たんだろう。あやっぱりイギリスの話かこれ。そんななりをした紳士など、ブス島は変態紳士ですけどこの辺じゃ見かけないからな。なるほど、確かにオックスフォードで仕立てたスーツを着た男なんか
男などこの辺りにはいないだろう。しかしこうも露骨によそ者扱いをされるとあまり面白い気にはならない。なんか間違ってたけど、まあ意味は伝わりゃいいかとりあえず観光かね。たまに都会の、うん、なんだこれ、いや読めになる、そうんじゃねえな。なんかと要はうるさいのを離れて海でも見ながらのんびりしようと思ってきたわけか。しかしよりによってアーカムを選ぶとは、水郷もいいところだの。まあそんなところです。もっとも以前行ったことのあるわけじゃないし、ちょっと調べたいことがあってね。そりゃそうだろうな。一度足を運んだことがあるなら二度と行ってみたいとは思うまいよ。あの村はそんなところだ。どういう意味だろう。この労役にはアーカムにいい思い出がないのだろうか。地図で見る限り最寄りの駅はセイラムになっているようだし、他の交通機関はないのですか。ないことはないが、あんた本当にあそこに行きなさるのかね。いや、そこまで言うならあんま行きたくないですね。何か不都合でも。そうじゃないが、しかしあそこは YMCA の安い宿に泊まって村を散策しようというわけにはいかんぞ。 YMCA って何？ YMCA？ まあいいや。どうやらアークもよっぽどひどいところらしい。なんかヒャッハーみたいな人でもいいのかな。老人はまるで私を行かせたくないようだ。単なる世話話が好き好きじじいなのか深い意味があるのかは判断しかねとるところだ。さっきから聞いてるとまるで私をアーカムに行かせたくないようじゃないか。ロースクールの子供じゃないあるまいし、自分の面倒くらいは自分で見れると思うが、そういうつもりではないんだ。申し訳ない。ただ余計なおせっかいかもしれんが、あそこはあまりいい評判がないのでな。ああ、いい人だったわけですね。どんな噂があるというのです。いや、知らぬ人には滅多なことを言うもんではない。ただ人の口に戸は立てられんと言うだろう。全く事実無根というわけではないと思うが。ほほほほ、前置きは結構。私も雑誌記者などという仕事をしているものですからね、大概のことには驚きませんよ。自分で確かめてみればよかろう。一つだけ忠告しておこう。あそこの村の人間とは関わり合いにならん方がいい。まっとうな神経のものはとうに昔にあんな村には愛想を尽かして逃げ出してしまった。未だあそこに残っているのは何をする気力もないクズのようなやからしかおらん。ひでえ言い方だな。しかもひどく閉鎖的で、よそ者がうろつくのをよく思っておらんようだ。どうしてそんなことになったんです。昔は列車が走っていたようなとこようなのに。もともとこの辺りは海はお世辞にも豊かとは言えんかった。ところがどういうわけかアーカムはいつでも網いっぱいの魚が入っておったよ。それにどことも知れん外国の貿易をどことも知れん外国と貿易を始めおって、それが大当たりした。金が採掘されると言われた時期もあった。金がこのイギリスで、真偽のほどは知らん。しかし、なんだこれ、列車じゃねえな。まあいいや、なんか貸し車いっぱいの金を積んだ列車がアーカムからこのセイラムにやってきておったのは本当のことだな。この目で見たから間違いない。いやー、しかし文字が本当潰れてるのと、あのなんか背景等で読みづらくてしょうがないな。それが寂れた廃村でいいのか、廃村になってしまったとはどういうわけなんです。ある日お魚に金がパッタリ取れなくなってしまった。魚も同様にな。もともと豊かな村ではなかったからな。それからあとは想像がつくだろう。それにしてもあなたを初めて近隣の住人たちに嫌悪されるとはどういうわけなのです。それにしてもか、
私はこの通りしがない駅、難しいことはわからんがの。あそこの人間はみんな共通した特徴がある。近親間の婚姻が多かったからとか、病気のせいとか言われておるが、とにかくあそこの人間は誇とはどこか違うんじゃ。近親はまずいな。どこが違う？どんな風に？なんとも説明しようがないが、あいつらの顔を見ればよかろう。へえ、そんな特徴出てるんだ。なんとも要領を得ない話だ。アーカムの村人特有の顔か。それが村人たちに超排他的になっている原因なのかもしれない。アーカムに長い、なんて読むんだこれ。ちょっとね、字がね潰れて読めねえよ本当に。長いするつもりはあるか。いや、調べ物が済めばすぐに引き上げるつもりです。1日2日で帰ってくると思いますが。それがいい。泊まる場所に当てがあるのなら、当てがないのなら、魚輪亭でいいんだよなこれ。魚輪亭に行くといいだろう。あそこの主人はハドスン夫人という未亡人でな、なかなかしっかりした人だ。ジョナサン、魚輪亭ですか。あ、ジョナサンは自分の名前か。魚輪亭ですか。覚えておきましょう。くれぐれも言っておくが、村の者と関わり合いになってはいかんぞ。それはそうと、村に行くにはどうしたらいいんです。まさか歩いて行かなければならないわけじゃないでしょうね。あ、まさかそんなわけはない。あー、バスだ。あー、なんかディズニーランドっぽいバスだな。あそこのロータリーに泊まっているバスに乗りなさい。日に2便しかないから、乗り過ごしたらここに泊まるしかない。もっともあれに乗る人間はほとんど見たことがないな。特にこのセイラムの人間なら絶対に。アーカムの村人がここに訪れることは、生活必需品などどうやって手に入れるんです？さあな、わしも、そこまでわしの知ったことではない。心配してやることでもないしな。いろいろありがとう。無事に帰ってくることを祈っておるよ。いや、なんか死んじまうような感じだな。不穏な雲は今すぐにでも雨を降らせそうな勢いだ。バスの乗客は相変わらず私一人。このバスもアーカムもよっぽど嫌われていたものなのだな。バスは先ほどから舗装されてない砂利引きの道を車体をギシギシ言わせながら進んでいく。あたりはいつ果てるともしれない荒れの続きで、海さえも見ることができない。いや、いつも以上にちょっと詰まるな。ちょっと読みづらかったりとかしてますのでね、申し訳ないですね。運転手は陰気な男で、ただ一人乗客である私のことなど気にも留めている様子はない。いや、そもそも客が乗っているかどうか分かっているのかも疑わしい。いや、そんなやついねえだろ。あ、でも分からんでもねえな。ただ黙々とハンドルを握っているだけだ。そういえば、バスが発車する直前、運転手が何事かぼそりと漏らしていたな。アーカムと外界をつなぐ吊り橋がこの天気で無事であるかどうか危ういと。ほうほうほう。今時吊り橋一本で行き来している村だと、私にとっては想像を絶することだが。いや、令和現代もそうですよ。この砂利道が豪雨のせいで通行不能になることは十分に考えられることだ。アーカムには行けず戻ることもできずとなれば、私はどうすればいいのだろう。野宿サバイバル。まあそんなところでございましょうね。まあ考えても仕方がない。まさかこんなところで遭難するなんてこともないだろう。いや、遭難はね、どこでもします。自宅の中で遭難するって人も中にはいますからね。もう随分今回撮ってますね。とりあえずはアーカムにつけばいい。そう、アーカムにつけばお前は全て知ることになる。え？ジョナサンよ、私は帰ってきた。お前と共に帰ってきた。お前と共に、いや、なんだよこの声。再び我が全能の神を御神に従えるために。おお、古き神よ。やべえやつになってね。いや、ふんぐるいむぐふるおやおやおや、
何語だこれ。かくて死のごとき眠りに水底に封じられ強き爪も輝かず。いやこれの方が読みやすいな。ルリエンガンゲンガングサザエさんじゃねえんだからよその翼の羽ばたきは今渡え触手はうなだれてゆたいてブグショゴグゴクただ待つのみ。いにしえの書に記されし万役に果たされんことを今しばらくのご猶予。さあ目を覚ませジョナサン・スフィーフ。なんか悪魔みたいな名前だな。お前の故郷を見よ。お前が魂を売り渡した神の眠る土地を見よ。うわあ、軽くホラーだな。お客さん、お客さん、終電ですよ。アーカムですよ。あ、お前は。まったくこっちは落ちるかもしれない吊り橋の上をヒヤヒヤしながら渡ってたってのに、知るか、そんなことは。運転手は、まだ夢うつつの私を見て、吐き捨てるように言った。いや、ほんと、もうクレームもんですね、これは。どうしたわけだろう。めまいがする。いつまでそうしているつもりなんです。早く降りてくれよ。こっちはもう一度あの吊り橋を渡らなきゃならないんだから。ちょっと待ってくれないか。頭が。いいから早く。あの足いつ落ちる。でもおかしくねえんだから。いや。私は明日か明後日には帰る予定なんだ。ちゃんとバスは走るんだろうね。さあね。それは天候次第だな。それとあの橋。本当に今日まで対岸につながっているか怪しいもんだ。明日か。それならこのまま俺と帰ったらどうなんだい。それが嫌なら仕方がねえな。ここまで来てそういうわけにもいくまい。しかし運転手もわざわざ命がけで橋を渡らなくても良さそうなものじゃないか。安全が確認するまでアーカムにとどまればいいのに。君をアーカムに？なんだこれ。したらどうだ。まあ必殺ね、飛ばしですよ。今晩か明日にでも雨は止むんじゃないか。アーカムに止まるって、この俺が冗談じゃない。そんなことをするぐらいならいつ落ちるかもしれない橋を渡って土砂崩れと落石に怯えながら帰った方が全然マシだね。いやそんな嫌なところなんだ。とにかく早く降りてくれよ。俺はもう帰るんだ。私の目の前に今にも落ちそうな吊り橋がある。道は石畳だ。想像したことひどくはないな。あの駅員が大げさな誇張に騙されたのか。いつまでそうしてる。降りるのか降りないのか早いとこ決めてくれないかな。あの橋の上を重いバスが渡ってきたのか。いやかなりチャレンジャーだなこれは。これが晴天で無風の時でさえ平常心ではいられなかっただろう。ましてやこの悪天候の中を。いやープロだな。いやあ、この BGM ですよ。あー懐かしい。ここは覚えてる。この BGM は陰気な運転手の操るバスは。ところで雨はどこ行っちゃった雨はどうしちゃったんでしょうね。はい、私が降りた途端にまるで逃げ出すように言ってしまった。無事に帰り着けばいいが、何しろあのバスに何かあれば私は帰りの足がなくなってしまう。運転手や老駅員の口ぶりからすればアーカムへの定期運転手の立候補する既得な運転手はいまい。何日もここに足止めされることは疑いない。はい、ということでですね、ずいぶん長々撮っちゃいましたけど、多分これでオープニングっていうか終わりなのかな。はい、とりあえずですね、まあかなり長編になってしまいましたが、まあこれからネクロノミコちょこちょこ上げていきます。まあ一気に上げるかわかんないんですけど、まあ毎日毎日プレイはちょこちょこ進めていきますので、まあ途中で差し込みなんか別のゲーム入るかもしれないですけど、まあメインがとりあえずネクロノミコンでいきたいと思います。はい、それではずいぶん長くなってしまいましたけど、今年令和2年なのか、2年はネクロノミコンから
ホラーゲームはスタートしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブスジマでした。ではでは。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。